はい、どうも、ひなあられです。前回ね、仲間集めの動画出したんやけど、全く視聴されない、そして検索しても出てこないっていう悲惨な状況になったので、興味ある方、てか興味ある方いるのかわかんないけど、概要欄に URL 貼ってるので、見てみてくださいと。で、今回は、超新種、抜刀体験とかに使うやつやと思うんやけど、まあ、結局、まあ、こういう動画、要素上がってるけど、まあ、何回行ったらええねんっていうところ、今回僕3つ集めてきたんで、その参考になればいいかなと思いましたんで、まあ、見てくださいと。リクエストは我が名はモルガロスやな。ドスジュースのやつもあるんやけど、風化した種ってやつが確定出てないんで、こっちが安定やと思いますと。で、結論が気になる方は、まあ、最後に飛ばしてもらったらいいかなと思ってますと。で、この後は、結果をずらずら並べてるだけなんで、音声での解説はありません。
で、どうでもいい俺のルーティンやねんけど、ここで鬼ニトロだけを拾うっていう。はい、結論やねんけど、結果やな、26回回れば、7回、7個、レア度8の装飾品がゲットできたよってところと、超新種が、22回くらい行くと3個集まったよっていうところやな。こんなん26回とかめっちゃ少ない数しか回ってないんで、めちゃくちゃ誤差とかはあると思うんやけど、一つ間違いなく言えることは、その風化した種ってやつは、5%で、古びた種っていうのが2%の確率でレア度8の装飾品が出るので、それが一つの目安になるんかなって思いますと。はい。今回はこれで動画は終わりになりますよと。で、これからもこういうふうに、モンハンの動画を上げていくんで、興味になった人は、チャンネル登録とか、高評価とかしてくれると嬉しいですと。